No, me enfoqué mucho en mantener la bola bajita y tirar siempre agresivo. Y gracias a Dios me dio buenos resultados. とにかく低めにボールを集めることと強気で攻めのピッチングをすることだと心がけまして、結果は左に当たったので嬉しいです。内容が3番がパスか、そしてフォアボールがありません。シーズン終わってから今日までしっかり練習してきたことが結果で入れて、本当に嬉しいですし、またこの調子でこれからもまた一生懸命練習していきたいと思います。メルセデスさんの次の投球がまたクライマックスシリーズなのか、それとも日本シリーズを投げる、そんな舞台を待ってるんじゃないでしょうか。そうですね、しっかり日本シリーズで投げてチャンピオンになれるように、これからみんな全員で頑張りたいと思います。最後に素晴らしいホームランで援護してくれたゲレーロ選手に一言お願いします。Tremendo trabajo realizó mucha felicidad para él también. Contento estoy de que también otro compañero mío hizo un trabajo también.助かりましたし、そのホームランという結果が出たゲレーロ選手にも心からですね、祝福したいと思います。ぜひ次の登板も頑張ってください。ありがとうございました。さあ、それでは続いてゲレーロ選手です。素晴らしいホームランでした。振り返っていかがですか。なあ、フィーフォーカーはser muy contento porque había hombre segundo y luego estaba 1-0 y gracias a Dios pude conectar bien y salir muy bien. 1-1 という状況で非常に試合を緊迫してた中で、得点スポーツで得点圏に流せて何とか返したいという気持ちで、いい結果になってよかったです。ベンチに戻ってきたらいつもコミュニケーションと言っている阿部さんが大喜びで迎えてくれました。Sí, 阿部さん es una persona que tiene mucha experiencia y cada vez que habla conmigo yo lo tengo muy atención. やっぱり阿部選手というのは非常に経験があって素晴らしい選手ですので、ベンチは常にアドバイス、いいアドバイスくれまして、いつも話を聞いています。その阿部さんと一日でも長くプレーしたいですよね。Sí, seguro. Es una persona que transmite mucha confianza en el trabajo. 阿部さんがベンチにいてくれるだけで非常にみんなに自信をもたらしてくれるので、そういう意味では本当にずっと一緒にプレーしていきたいです。Sí, mañana vamos a salir con todos los compañeros, gracias a Dios tienen salud y vamos a salir para terminar esta fase y empezar el campeonato. そうですね、明日しっかりチーム全員で全力で戦って、明日で決められるように頑張って、そして日本シリーズに行きたいと思います。